こんにちは、岡崎です。 OK 先生です。今回は国語教科書第2の身体としてのメディアと技術の解説をやっていきたいと思います。現代社会において私たちは自分自身の体とは別に第2の身体を持っている。例えばテレビのニュース番組、そこでは自分自身が行ったことがないような地域や国の景色を目で見たり、自分が知らなかった情報を耳で聞くことができる。これはテレビが目とか耳の役割を果たしている。自分自身の体の延長線上に位置する第二の身体としての役割を果たしているということができる。他にもね、インターネットを通じて自分が作った歌とか言葉を世界中の人々に届けることができる。これは本来自分たちの体で行っていた考えたり話したりするという能力がインターネットや文字というメディアを通して拡大したということができる。そう、私たちは第二の身体を持つことによってそれまでの自分の力だけではできなかったことがいろいろとできるようになった。これはいいことなんだけど、その一方でその弊害、悪いことも出てきている。それは一体どういうことなんだろうか、一緒に見ていきましょう。このチャンネルでは中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。この動画の最後に今回の文章が載っている教科書の再生リストが出てきます。その中には他の文章の解説動画もたくさん入っていますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。昔私たち人間は社会的な関係、つながりを持つために自らの身体を使っていた。でもね、それが今は自分の身体ではないもの。例えば文字とか書物、SNS やテレビとか電話、そういったメディアによって代行されるようになった。代行というのは代わりに行うということだけど、それは人々の感覚とか意識、関係に生み出す変化を正確には捉えていない。だってみんなだって SNS とか文字といったものを自分の身体、体だとは感覚的に感じてはいないよね。でも実際にみんなの社会的な関係っていうのはそういったメディアによってつながっていることが多い。例えば文字というメディア、これもみんなの身体そのものではない。でもみんなの考えとか言葉を代行しているものということができるけど、この文字によってみんなの考えを記録していくとき、みんなの頭の中の考えがそのまま文字になるわけではない。文字情報というのは繰り返し見ることができたり、他の人々と一緒に見ることもできる。さらに別の人の言葉や自分の言葉をルフさせたりすることもできる。他の人に広めて、そこで自分が考えていなかったようなことが発生したりするものなんだね。これってみんなが頭の中で考えている思い、考えとはちょっと違うこと。だから文字とかのメディアは自分の感覚とは違った変化がそこで起きている、こういうふうに言うことができるわけ。でもね、こういった文字がなければ広大な領土を統治する国家というものも生まれなかっただろう。私たちは文字によって歴史を記録する。他にもみんなが楽しめるような娯楽的な読み物とか、文明を発達させる科学論文なんかも発表される。みんなが買いたいという気持ちになるようなビラとかチラシ、キャッチコピーなんてものも生まれてくる。それによって物がよく売れて経済が発展してきたという面もある。こういった文字が発明される前、私たち人間は音声言語を自分の口で発する言葉しか持っていなかったけど、文字が発明されたことによって社会が大きく変わった。だからただ単に文字というものが音声言語の機能を単に代行しているというのは過小評価で、文字のようなメディアは言語と人間や社会の関係を変容させた。この社会の在り方を変えたということができるわけだ。メディアにもいろいろあって、ラジオや CD のような音響メディア、写真やテレビ、YouTube のような映像メディアがあるけど、そういったメディアは私たちの口とか目の代わりに、どっか遠くの音とか映像を届けているわけではない。もちろんそういった面もあるんだけど、そのメディアが起こした変化っていうのは、新しい経験の形、自分の身体は今ここにあるんだけど、それを超えた広がりを持つことができるんだという新しい経験なんだね。そういったメディアが登場する前は私たちにとっては遠い場所でしかなかった空間が、現に目で見、音で聞くことができるリアリティを持つ場所として私たちの経験に組み込まれるようになった。で、そういった空間的に離れた場所のことを他の人と共有したり、商品として買ったりすることができるようにもなる。これってメディアが単に私たちに代わって遠くの物事を見聞きしてくれるという以上のことだよね。メディアは私たちの身体の代行にとどまらない世界を私たちに示してくれる。そこでは世界に対する私たちの了解とか感覚の仕方の変容、変化
が起こり、社会的なつながりの広がりとか形の変容変化っていうのが起こるんだね。だからこれは私たちが第二の身体を持ったということ、私たちの身体の拡張が起こった、こういうふうに言うことができるっていうわけ。こういった身体の拡張がもたらす社会的な関係の広がりとか形の変化を、あるいは速度の変化を、カナダの文明批評家はメディアのメッセージという言葉で表現した。例えば新聞とかニュース番組といったメディアによって、私たちはそれまで持っていなかった身体を持つに至った。そこでは大量の人々が日替わりでその情報を見て、イメージや思考を共有するということが起こった。これってそういったメディアが出現する以前ではなかったことだよね。現代においては大量の人々がリアルタイムで同じ状況に日々参加することができるっていうわけ。こうした関係の形がメディアのメッセージなんだね。そこでは人々が知識とか面白さ、感動を共有し、いつ発表されるかなっていうふうに待ち焦がれて、それをみんなで消費し続けるという関係が結ばれる。こういったことも含めた関係の形がメディアのメッセージなんだね。みんなが持っている身体っていうのは自分の経験とか関係を結ぶ場だよね。その身体がなければいろんなところで経験したり、誰かと関係を結ぶこともできない。でもね、現代においてはメディアは私たちが持っている身体と同じように他の人とある情報とかイメージを共有する集合的な経験とか関係づくりの場となっているっていうこと。それは私たちの身体が拡張され変換された第二の身体ということができるんだね。この第二の身体は私たちの身体と同等の役割を持っており、もうこれは二つ目の身体ということができるっていうわけ。私たちはもう文字を発見する前の人間ではないし、写真を生み出す前の人間でもない。もちろん YouTube とかテレビを生み出す前の人間でもない。そういったものがなかった時代の人々とは違ったやり方で、今の社会とか世界とつながりを持っていて、またこの世界に対する了解やイメージの仕方っていうのも以前とは明らかに違ったものとなっている。それは私たちが様々なメディアを第二の身体として生きているからなんだね。で、ここまでのメディアはコミュニケーションメディアについて見てきたけど、実は人間と社会や世界とのつながりを仲立ちする媒介するのはコミュニケーションメディアだけではない。道具や機械といったものも私たちがこの世界との関係を結ぶための仲立ち媒介となるメディアなんだね。人間は例えば農具によって大地に働きかける、工具とか機械を使って木とか金属を削ることもできる。また医療器具を使って体に働きかけたり、自転車や自動車、電車によって肉体では出せないスピードを出すこともできる。で、こういったものは私たちの身体の外側にあって、でも私たちの身体の代わりをしてくれている、社会や世界に働きかけるための仲立ちをしてくれているので、そういった道具とか機械を用いたり、その働きを制御したりする方法のことを技術と呼ぶ。実はここまで見てきたコミュニケーションのメディアに関しても、情報を伝達したり知識を拡張するための道具とか機械とみなすことができるので、それらを使ったり制御したりする方法のことを情報技術とか知覚技術と呼ぶことができる。つまりこちらも一つの技術と見ることができるわけだ。となるとだいぶメディアの意味が広がったよね。そう、普通メディアと聞けばテレビとか YouTube、SNS のことしか思い浮かばないけど、実は私たちの社会を支えるたくさんの道具とか機械というのもメディアの一つであったっていうわけだ。こういった様々な道具を身体の拡張であるというふうに捉えて、そこで用いる技術を身体技術の延長線上で捉える。例えばね、原始時代の土器とか石器、あれは手のひらとか腕の延長線上に生まれたものと考えることができるよ。石器によって手では掘ることができないものを掘ることができるようになるし、手では持てないような熱いものを土器に入れて、しかも持ち運ぶこともできる。こういった道具ですら私たちの身体的な能力の限界を超えて、私たちがこの世界とうまく関わっていくために作られ使われ続けてきたんだね。で、さらにこうしたものの延長線上にピストルとかミサイルとかいったより破壊力があるものが作られ、様々な食器とか容器が生み出されてきた。だいたい私たちの身の回りにある道具とか機械っていうのは、私たちの身体を使ってできること、掴むとか運ぶ、走るとか飛ぶといった人間の身体的な運動や身体による働きかけの延長線上にあるものだということができる。でもね、私たちの身の回りにある道具や機械が全て単純に私たちの身体の延長線上にあるとは言えないよ。例えば火を用いる技術とか発酵させる技術、これは人間の身体による
る技術が延長して出来上がった技術ではないよね。でもね、そういった技術に関しても人間はガス調理器具を作ったり、溶鉱炉を作ったり、大規模な醸造施設を作ったりする。人間が直接火を扱ったりせずに、あるいは亀の中で発酵させる代わりに、道具とか機械を使って効率性や操作性を高めるといったことをしている。だからこういった道具とか機械も、そこでは自分自身の体の代わりに道具とか機械が使われて、効率性とか操作性を高めるという意味でメディアと呼ぶことができるわけだ。こういうふうに人間はコミュニケーションメディア以外の場所、いろんな道具とか機械の中に住んでいるということもできる。人間は自分自身の身体だけではなく、そういった様々なメディアを利用して他者とか社会、世界とつながりを持って生きていってるんだね。でもこういったことは実は現代に始まったことではない。ここでメディアの歴史について振り返っておこう。その昔、人間が言語とか道具を使い始めたばかりの頃、コミュニケーションのメディアとか道具といったものはごく限られたものに過ぎなかった。ところがね、農耕定住生活をするようになると、私たちの身の回りの道具の数は格段に増加した。いろんな農具はもちろんのこと、住居とかその集合体である集落といったものも、そこで農業をして住んでいくための道具であるということができる。あるいはみんなが歩くための道とか祭礼のために作られた広場なんかも、人間がそこで一緒に暮らしていくための道具だということができる。そういった道具に囲まれて、人は物のネットワークに支えられて社会生活を営んでいった。言葉や感情が様々な印とか記号や絵で描かれた。そして文字が登場する。もともとは記憶というものは人々の脳によってなされるものだった。ところがこの文字という情報メディアの登場により、膨大な情報とイメージがこの文字によって支えられるようになった。古代都市文明のような都市とか国家は、この文字がなかったら出現しなかっただろう。国家を支えるために巨大化し多様化した道具が生み出され、その道具に囲まれて大量の人々が暮らした。例えば巨大な建造物や戦争をするための強力な軍団、あるいはたくさんの人が利用できる大規模な灌漑、こういったそれまでの時代ではなかったメディアによって、人はそれを崇めたり、安全保障を託したり、農地を拡張することができるようになった。で、そのことがまた都市や国家を支えていくわけだ。で、こういったことをアメリカの文明史家は巨大機械、メガマシンと呼んだ。ここで言う機械とは、みんながイメージするような工場で使われている機械とかパソコンといった機械とは違うよ。これは巨大な国家とか都市を支えるための様々な道具、そこには文字も含まれているけど、それらの道具を部品のように組み合わせて全体として巨大な能力を発揮する。それをメガマシンと呼んで、そのメガマシンが今度は個人に対する第二の身体ではなく、みんなの第二の身体を一つにする、連合した巨人的な第二の身体を作り上げたの。人々はそんな巨大な第二の身体を持ち、それぞれの国家や都市に帰属するようになる。ピラミッドとか万里の長城といった古代の巨大建造物が何のために作られたのか、もちろんその実用的な意味も考えられただろうけど、それ以外にもその巨大な建造物はその国家を支えるための巨大な部品の一つとして捉えられた。他にも古代国家が作り上げた神話とか歴史、法制度といったものも、このメガマシンを支えるメディアとして機能していたんだね。で、これが18世紀以降になると、かつて作られなかったレベルで大量の道具と機械が存在するようになる。その道具、機械は高度化し、高度の専門性と応用性を持った技術の上に成り立っている。産業革命、エネルギー革命、 IT 革命、みんな聞いたことあると思うけど、そういった革命はそれぞれ技術的に格段進歩した技術の高度化の活気を指す言葉であり、それぞれの革命を経て成立した社会は機械文明とか技術文明とか呼ばれた。そして私たちの生活は個人的にも集団的にも、こういった巨大な道具や機械、技術に支えられている、依存しているということができる。ただこの状況を肯定的に捉えるか否定的に捉えるかによって、そのイメージはガラッと変わる。もちろんそういった道具や技術は私たちにかつてない快適さとか便利さをもたらした。でもその一方で、技術による人間の支配、技術が人間を支配するといった状況や、人間が思いもよらなかった環境破壊といったものを呼び起こしている。現在の最先端の技術は一部の専門家とか専門機関に委ねられていて、一般の人々は基本的にそれが何なのか理解できていない。じゃあその専門家とか専門機関といったものは世の中の最先端の技術を全て理解できているのかというと、全くそんなことはなく、巨大な機械や技術のごく
く一部を担っているに過ぎない。自分たちが担当している専門分野以外に関しては専門的なことがよく分かっていない一般人にしか過ぎないんだね。つまり道具とか機械、技術が一般化してみんなに広まって、それが高度化したことにより知識の高度化とか専門化が生み出されたんだけど、同時にその知識がみんなに行き渡らないという希少化とか偏ったことしかわからないという偏在化が起こったわけだ。で、そういった社会の中で私たちは自分自身がわからない道具とか機械、技術に囲まれて暮らしている。道具や技術は巨大な力を生み出し、法外な速度を生み出す。また以前では考えられなかったような膨大な量の情報を利用することもできるようになった。そういった技術によって拡張された身体を私たちは持ちながらこの社会の中で生きていってるっていうわけで、もちろんこのことは問題、課題があるんだけど、だからといって単純に自然に帰ろうとか今の文明を捨てて手作りの時代に戻ろう、こういうふうに言うことは現実的ではない。まあ個人としてそういった生き方は可能だろうけど、現代社会全体がそちらの方に流れるということも起こらないだろう。ただね、現代の知り尽くすことも制御し尽くすこともできない。機械とか技術といったものは一種の他者性とみなすことができる。これは覚えておいてほしい。他者性、機械や技術が自分の身体とは違うコントロールできない面を持っているということ、こういうふうに聞くとね、みんなそんなの当たり前だよ、自分の体とそういった機械は全く別物だから、こういうふうに思うかもしれないけど、でしかもそういった道具とか機械、技術といったものはそもそも人間じゃないんだから、他者という言葉は人間に対して使う言葉だよね。じゃあなんでわざわざ機械に対してそういう言葉を使うのかわからない、こういうふうに思うかもしれないけど、先ほど言った通りこういった道具や機械、技術といったものは人間の身体による世界とか他者への働きかけの延長線上に出てくるものだった。でそれを作って利用するのは人間なんだけど、でもその道具とか技術が思いのままにならなかったり予想外の結果を生むこと、意図したものと違った意味を持つこと、結果を生み出すこと、それが結構あるっていうこと。だから他者性という言葉で表現しているんだけど、これは実は道具とか技術に最初から昔から備わっていたもの。例えば原始時代、人は石器を作り出したけど、その道具を使って何かを削るときに自らの体を傷つけてしまったかもしれない。でたくさんのものを貯蔵する貯蔵庫を作ったけど、それを独占したことにより争いが起こったかもしれない。そう、道具とか技術っていうのは人間を超える力や能力を生み出すということであり、それを使って第二の身体として生きることによって人間が自らの意図を超えた存在になってしまうということもある。だから道具や技術は人間の延長でありながら、その意図を超えた未知の意味を秘めた他者的な存在として現れることもあるっていうわけ。私たちは道具や技術を第二の身体として生きることにより他者性を帯びた存在となってしまうっていうことで、このことは情報メディアに関しても言えるよ。そもそも私たちが発する言葉というのも自分の考え、意図を媒介するものということでメディアと考えることができるけど、そういった言葉は自分の考えとは別に他者に異なる意味として受け取られる可能性がある。そんなつもりじゃなくても自分が書いた文章が人を傷つけることもあるし、法律の言葉によって私たちは罰せられる時もある。あるいはヒットソングに熱狂することも、人々を感動させることもできる。つまりね、そういった言葉という現象的なものですら私たち個人の意図を超えて別の人に働きかけたり自分自身に作用したりすることがある。これは私たちを支配したり誘惑するものということもできるわけだ。でこれが現在は SNS などによって簡単に世界中に拡散できるようになったでしょ。きっとそこでは自分が意図しなかったような影響がまた生み出されるようになる。こういった状況をドイツの哲学者ハイデガーは不気味という言葉で表現した。技術が人間には知ることができない意味を帯びているということだね。そう、言葉も自分自身の意図を超えて解釈される。自分とか他者を傷つけたり世界を変えたりする。もしかして私たちは言葉という道具を手にした時からこの世界を不気味なものとし始めたのかもしれない。こういうふうに言って今回の文章は終わっています。どうですか、今回の授業分かりましたか。私たちは普段意識することがないけど自分自身の身体とは別の身体も生きている。それは現代社会においては私はコントロールできないほど巨大なものとなってしまっている。そういったことを指摘する文章でした。もう一回今回の文章を読み直して、私たちはその第二の身体とどのように付き合っていけばいいのか、そのことについて考えていってください。それでは今回の授業を終わりにしたいと思います。いつもいいね、コメントありがとうございます。これからも頑張って授業動画を出していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。